はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はアーマードコア6の方を全ミッション全エンディングまで完了し約40時間ほどプレイしましたので、この時点での私の正直な感想をやっていきたいと思います。初見1周目クリアにかかった時間が約18時間、全エンディング全ミッション完了までにかかった時間が30時間強、その後検証や確認を兼ねて S ランクリアなどを7、8時間やったところ、合計プレイ時間が約40時間となっています。まずはじめにいつも通り私の正直な感想から述べますが、このゲームは神ゲーにもクソゲーにもなりようがない直球ど真ん中のザ・両ゲーというのが私の感想です。それでは特に良かった点と悪かった点から述べていきましょう。良かったと思う点は、操作性や UI 周りに関してはかなりよくできていると思います。動作の挙動一つ一つにちょっとした癖はあるものの、操作をしていて苦痛を感じる場面が少なく、操作感としては非常によくまとまっているというふうに感じました。 UI も全体のデザインと使い勝手がかなり良く、キー配置の変更など必要な各種オプションもかなり用意されているのは良いと思います。ただカメラ感度を最大まで上げてもまだ遅く感じるので、もう少し感度設定が欲しかった点や視野角や画面の引きなども欲しかったかなと思います。正直カメラ感度はこれ以上設定を上げてしまうと、一部力を入れているボスの挙動を完全に追尾されてしまう恐れがあるので、あえてこの数値で上限を設けているのかなというふうにプレイ中感じましたが、プレイ実感としてはカメラ感度の上限値をもう少し上げてもらった方がかなり快適にできたかなというふうに感じています。反対に悪い点としましては、武器格差が極めてひどいです。敵をスタッガーにすることを前提としたシステムデザインとなっていますので、これはいわゆるスタンチのようなもので、このスタッガーを稼ぐ能力または維持する能力の弱い武器は相対的に人権が極めて低いです。ガトリング、ショットガン、バズーカ、キャノン、PA 干渉能力のあるパルス武器やコーラル武器、あと特殊武器系統や一部のミサイルなどは息をしていますが、それ以外の武器は対雑魚戦で趣味で使う以外においてはかなり人権がなくなっています。辛さは垂直ミサ、月光さえ持っていれば何とでもなるという初期作品ほどのひどさではありませんが、それに続くぐらいの武器格差がひどいゲームバランスだと思います。シリーズおなじみの顔と呼べる月光、コーラルバージョンの月光も見つけましたが、今作の武器格差バランスにおいてはこの顔ともいえる武器シリーズであっても、正直個人的な見解としてはかなりのゴミ武器になっています。次に今作が死にゲーチックだと言われている件について個人的なプレイ実感見解を語っていきたいかなと思います。あえてこのゲームを死にゲーとして見るのであれば、確かにそれなりに死にますし時間のかかったボスもいますが、死にゲーとして見るのであれば、そこまで難易度の高い方の死にゲーというわけではないと思います。初見で全ミッション完了までに一番死んだボスですら約90分ほどで討伐できましたし、大概のボスは5回もあれば倒せるだろうという感じになっていました。使用しているアセンが噛み合ってさえいれば初見でも一発で倒せてしまうということも多々ありましたので、死にゲーチックにはなっていますが、あくまでもアーマードコアシリーズにのっとった死にゲー、難易度自体はそれなりに死ぬ死にゲーというふうに思った方がいいかなと私は思います。私の見解としましては、今作が死にゲー寄りだというふうに感じられる原因としましては、戦闘デザイン的にスタッガーシステムの比重が大きく、これをいかに発生させるかというデザインになっている点と、ボスの攻撃のうちかなりの割合で一定以上の速度と QB 性能を有したアセンを組んでいない場合、操作によって回避することがほぼ不可能という状況がかなり生まれるからだと思います。戦闘デザインに対する解放としましては、高効率でスタッガーをボスに押し付けていくか、中重量型で回避できない行動に対してはシールドのインパクトガードで軽減する、またはおとなしく高機動型のアセンを組むというものしかありませんので、こういうふうに敵を倒してほしいという開発人の意図を強く感じられてしまう点と、その意図にそぐわないアセンで戦っている場合、
高確率で延々と死んでしまうということが発生してしまう可能性が高いので、この点を置いて死にゲーだというふうに感じる人が多いのではないかなというふうに思います。あくまでも戦闘デザインに対する解放としては、戦術やアセンを合わせることによって難易度を格段に下げることができますので、死にゲーチックではあるがベースになる部分は AC シリーズだなというふうに許容できる私のようなタイプであればありというふうに判断すると思います。逆にこの部分が合わない、許容できないという方は AC っぽくないなというふうに感じる方がかなりいてもおかしくないかなというふうに認識しています。最後に各項目に対する感想をまとめて締めに入りたいと思います。ストーリー、普通、例のごとく複数エンディング構成でストーリーはおまけといった感じではあるが、今作 NPC キャラがよくしゃべる。ゲーム性、やや良好、武器格差強めでアセンの幅狭めといった実感。操作、快適性、かなり良好、 UI 良好といったところですかね。少し死にゲー風味なところはありますが、本質はいつもの AC であり、全体的にコンパクトかつ良好なまとまりとなっているが、頭一つ抜けた素晴らしい要素というものもなければ、逆にマイナス部分に触れる特筆する要素もありませんので、ザ・良ゲーとしか言えないかなというふうに思っています。余談になりますが、操作性はいいんですが武器格差強めで、急上昇急下降や特殊な行動ができるオプションパーツの設定というものがなくなりましたので、個性強めの特化型アセンというものが弱くなったため、汎用的なユニクロアーマードコアといった感じが強くなっているかなというふうに個人的には感じました。ということで今回は10年ぶりに最新作が発売された直球ど真ん中の良ゲーであって良ゲーでしかないアーマードコア6に対する私の正直な感想になりました。